はい、皆さん、毎度毎度。はい、ワインディングね、美容学校や先輩がね、ペーパーオールの教えてればね、20年間苦労しなかった。はい、しばちゃん先生、毎度毎度ね。まあ、この問題いろいろ考えたけどね、ウィッグを巻くときね、折らない方がね、早いと思うんだよ。で、折った方が、ペーパーがちっちゃくなっちゃう分、巻きにくいっつうの、逆に。そうなっちゃうと逆にさ、教えねえ方がいいよってなっちゃうよね。美容学校の先生なんかもね、現場でね、おばちゃんパーマかなんか巻いてないんでしょ、結局ね。そうなるとね、人間の頭を巻くコツってのを知らねえで美容学校の先生やってっかんね。だからペーパーなんか落ちちゃう、ダメだ、みたいなね。そんで、そうやって育てられた美容師はね、ペーパーを折るのを知らないっての、折ったら綺麗に巻けない、汚くなっちゃう。かえって一手間増えて遅くなっちゃうみたいね。美容学校じゃね、折らないで俺は負けてたんだ、みたいな。折らないで国家試験受かったんだ、なってね。安っぽいプライド。ただ、ウィッグと人間の頭はもう違うからね。ウィッグはウィッグの巻き方、人間の頭は人間の巻き方ね。これはね、もう現場で経験積んだ人じゃなきゃ分かんないのよ。美容学校の先生はそれだけやっぱりやってないからね、ウィッグしか知らないからね。美容学校は美容学校でね、国家試験受かればいいだけであってね、だから教える必要はないって言えばないけど、アドバイスぐらいしてもいいよね。人間の頭は国家試験負けじゃ負けないよって。なんでっつったらね、ぬるぬる滑ったり、長さがバラバラだったりね、天然シャギ入ったりして負けにくいんだよね。条件が良ければね、折らないで巻いた方が早いんだよ。で、条件が悪い時は折らないと巻きにくくて目が点になって、もう何も喋れないさ、口とんがらがして巻いてるような先輩になっちゃうんだよ。ねえ、みんなのとこもいるんじゃねえかね。パーマのね、ロット巻き始まると逃げちゃうやつね。まあね、そういう先輩いたらね、本当にロット巻きが下手なの。一言、ロット巻きがお前下手だよってね。だから逃げちゃうんだよね。はい、お疲れ様でした。なんかさ、前さ、ここのお店にさ、ひまりみたいな人がさ、髪の毛染めたいって来なかった？来てなかった？なんかシルバーにしたいって言ってなかった？なんか前そこにいた、声が聞こえた気がした。グレグレーにしたい人だよね。ー、ひまりさんじゃなくて、もう全然おばさんだよ。おばさんなの？お姉さんじゃないの？お姉さんじゃないよ、もうママぐらいだよ。あ、そうなの？それでシルバーにしたいって言ってたの？病気になって。あ、そうなんだ。なんかひまりだけかと思った。ちょっ結と構変徳わっさん、た色しに来るのって思ったから。いや、もう世間はいっぱいいるよね。なんかピンクの髪の毛で歩いてる人とか。なんか他はそんないないと思ったんだよね。7、8グラム。ここ7、8グラム？これ、このベーキングパウダー？ベーキングパウダーもそう、同じく。春先生、毎度毎度でお疲れ様です。おじさんへのコメント、いつもありがとうございます。